本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です。文藝春秋がお送りします。本の話ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんばんは。私オール読み物編集長の石井でございます。先月にもですね、自宅のスタジオからの一人語りのオールの小部屋をお届けしたんですけれど、またやっぱりですね、本の話ポッドキャストの編集長から連休中の月曜日のお昼に公開する番組がないということで、急遽ですね、何か撮ってほしいと、そう言い残したまま、その編集長は中国に出張に出かけてしまいまして、あとは任したということでしたので、また急遽ですね、連休中の深夜の自宅から録音をしております。ついさっきまで私家の近所にあります低酸素ジムでランニングをしておりまして、そこから帰ってきたばっかり、もう眠たいんですけど、この1ヶ月、10月バージョンですね、編集部でどんな出来事があったのかということから、お届けしていきたいなと思っております。前回に引き続きまして機材のご紹介です。自宅の機材はですね、まずダイナミックマイクをオーディオインターフェースで直接パソコンにつなぎまして、そのパソコンのソフトで録音をしております。マイクはシュアの MV7X、 大変いいマイクです。それをですね、ソリッドステートロジックの SSL2 プラスというオーディオインターフェースを使いましてパソコンにつなぎまして、ソフトはフリーソフトです。オーダーシティというフリーソフトを使って録音と編集をしております。ということでですね、9月の終わりから10月の前半にかけて、何をしてましたかということなんですけれど、一つはですね、ミステリー作家古田天さん、そして八木淳さん、この、皆さんの写真撮影というのを実は最近うちの社でやっておりました。写真撮影って何のためにと思われるかもしれませんけど、皆さんオール読み物を手に取っていただいて、観音開きの目次を開いていただきますとですね、ずら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 っとこう小説を書いてくださった作家の皆さんのお顔写真が目次に載ってるんですよね。これ結構もう昔から小説雑誌、観音開きの目次の小説雑誌の恒例みたいな感じになってまして、ある時期はほとんどの小説雑誌が左右にパタパタパタっと開いていくタイプの観音開きというんですけど、目次を採用してまして、書いた作家の方のお顔写真がずらっと並んでいるという、そういう目次でした。この観音開きの目次を作るのに少しコストがかかるというので、どんどんなくなっていきまして、今小説雑誌でですね、こういう形の目次を使っているところはオール読み物と、それから群像、講談社の純文学雑誌の群像が片観音といって片側に開いていくタイプの目次だったと思うんですけれど、他にはもう多分ないんじゃないかと思います。総合雑誌だと同じ英語版オール読み物と同じサイズの月刊文藝春秋がやっぱり同じように両側に開いていく両観音開きの目次を使っております。古田天さん、それから八木淳さん、それぞれ最近オール読み物に小説で初登場していただくということになりまして、古田天さんは今もう発売中の9・10月特大号直木賞の発表号に静寂のための殺人という短編を寄稿してくださって、オール読み物初登場を飾ってくださいました。八木淳さんはですね、つい、最近考慮したばっかりのまもなく発売されます11・12月特大号に刑事総務課は眠らないという警察ミステリーでやはり初登場してくださってまして、初登場の方だとお写真がないということで、古田さんはちょっと遠くにお住まいでですね、なかなかお目にかかる機会というか、写真を撮るとなるとできればうちの会社に来ていただくのが一番撮りやすいということで、なかなかタイミングが合わなくて掲載に間に合いませんで、掲載後にですねお時間いただいて撮らせていただきまして、次また登場していただくときに目次に載せましょうということでお写真を撮りました。八木淳さんは幸いタイミングが合いまして、掲載前にお写真を撮らせていただくことができましたので、22日発売予定のオール読み物11・12月号に八木淳さんの素敵なお写真とともに
新作の短編が掲載される予定でございます。そのお写真撮影でお二人というか古田天さんお二人組のコンビなので、正確には3人の方とお目にかかってお写真撮影というのがございました。私ももう当たり前のように思っていたんですけど、よく考えるとこうした小説雑誌に小説を書いた作家の方の顔写真を載せるという習慣のようなことがいつ頃から当たり前になったのか、今また当たり前じゃなくなってるんですよね。今目次に顔写真が載ってる雑誌ってもはやオール読み物ぐらいしかないかもしれないんですけれど、ある時期まではこれが一般的な雑誌文化で、いつ頃からというのをついさっきふと思いついて調べてみました。オール読み物はですね、戦前の創刊号から最近の号まで全部目次をスキャンして画像化しまして、クラウドに保存してまして、私いつでもどこにいてもですね、その目次、過去の目次を調べることができる、見ることができる、そういうふうにしましたので、過去の目次を遡っていつ頃から作家の方のお顔が載ってるのかなと見てみましたら、戦前、戦後、昭和30年代の目次まで見ても一切まだ出てこないんですよね。もしかしたら見落としがあるかもしれませんけど、昭和40年、オール読み物昭和40年の1月号に初めて作家の方のお顔写真が目次に載ってます。五味康介さん、剣豪小説柳生連夜祭などで有名なあの五味さんの写真です。お一人だけでした。捨て言銃殺っていうですね、大変タイトルだけ聞くと怖い短編小説の書き手としてお写真が載ってます。その後ですね、ポツポツと載ったり載らなかったりで作家の方のお顔写真が載るようになって、おそらく当時はその号の一番売りになる目玉の作品、その作品を紹介するときにお一人とか、まあ多くても二人のその作家の方の顔写真を載せたようです。そういう状態がしばらく続きまして、昭和44年ぐらいからですね、だんだん増え始めるんですね。見てましたら、大きな一つターニングポイントになったのがおそらく昭和44年のオール読み物10月号。この号にですね、突然16人の方の作家の写真が載ってます。で、目次をよく見ると小説を書いてる方は全員載ってます。これがですね、一つ結構インパクトがあってきっかけになって、その後はですね、あの全員ではないんですけど、かなり写真の点数が増えるんですね。だからこの号が一つきっかけになって、もしかしたら大きな反響がありよく売れたりなどしたのかもしれません。ただこれオール読み物だけなので、他の小説現代とか小説新潮とかですね、昭和40年代って言うともう小説雑誌全盛期でものすごい部数が発行されまして、各紙しのぎを削ってた時代なので、もしかしたらどこか他の雑誌が先にこういう試みを始めてオール読み物が真似をした可能性もあります。資料室とか図書館とかに当たれていないので他紙の様子が分かりません。オール読み物だけを見てますとですね、昭和44年の10月号、突然小説を書いた方のお顔写真が全員載ってる号が登場しまして、やっぱりこれ見るとインパクトがめちゃくちゃありましてですね、多分反響があったんじゃないかなと思うんですよね。この号はちょうど第63回の直木賞発表号で大変豪華です。2作受賞、結城昌司さんの軍旗はためく元にと渡辺淳一さんの光と影、本当私も両方とも読んだことありますけど、大変有名な作品、大ベストセラー作品が受賞してまして、やっぱり話題になった号、よく売れた号なんじゃないかなと思います。顔写真載ってる方 も豪華な方で、松本清張、黒岩十五、川上総君、戸川雅子、梶山敏行、五木ひろゆき、野坂昭如、山口ひとみ、山田風太郎、海音寺長五郎、五味康介、池波正太郎、川口松太郎、永井達夫と、この全部で16人だと思いますが、お写真が一気に目次の下にずらっと並んでいます。まあ、こういう歴史の流れを経ましてですね、今お顔出したくないよと、もう出しませんという方結構たくさんいらっしゃるので、そういう方のお顔写真は出さないんですけれど、
できるだけ目次の下にはその登場してくださった方の写真を載せるような目次を今でも、まあ、伝統芸能のようにですね作り続けておりまして、初登場してくださった古田天さんと八木純さんのポートレートの撮影というのをやりました。それからですね、精神科医の和田秀樹さんのインタビューというのもですね9月の後半にやっております。こちらはですねやっぱり今月の22日に発売されます11、12月特大号にですね、なんと和田秀樹さんが短編を発表しまして、全く小説初めてではないんですけど、本格的な小説という意味では初めてというと、まあ和田さんに失礼かもしれませんけれど、もう渾身の小説をですねオール読み物のためにということで執筆してくださいまして、ご登場いただくということでインタビューをして、一緒に合わせて読者の方にお読みいただいたらより作品世界が伝わるかなということもありまして、和田秀樹さんのインタビューをお願いをしましてお仕事場に伺いました。今回書いていただいた小説タイトルが新奈良山校、奈良山というのはあの奈良山武士校の奈良山です。現代が舞台なんですけれど転生小説でですね、現代元公務員奥さんを亡くして一人でまあ寂しく第二の人生をこれから始めようと思っている還暦少し前の少年男性がある事件をきっかけに、おそらく江戸時代であろう、ずいぶん昔の時代、しかも山あいの大変寂しい貧しい村の老人の体に乗り移ってしまう、転生してしまうという物語です。現代における奪捨て問題ということをですね、この架空の舞台を転生というシステムを使って作り出すことによって考えていこうという、そういう問題意識が終わりなんだと思います。若者と老人の世代間対立、格差、分断というものが今現代では大変大きな社会問題になっているわけですけれど、それを少し現代とは違った社会に登場人物を転生させることによってよりくっきりと問題化して描いていく、上に苦しむ寒村でですね食べるものがない、若者からはもう働けなくなった老人は死んだ方がいい、死んでくれと孫からも蹴られるような、そういう生活をしている老人が山に捨てられた時にその社会がどのように変わっていくのか、その主人公はどういう人生を今度山で送ることになるのかということが、和田さんならではの本当に悪の強い筆致で描かれていきます。ものすごく面白い短編です。でこの号は麻布競馬場さん、あの令和元年の人生ゲームが大変話題になりました、直木賞の候補にもなりました麻布競馬場さんの最新短編も掲載をされておりまして、このいわば現代の社会について考える短編共作という企画になっております。かたや老年世代どう生きるべきか、和田秀樹さんが新奈良山校という短編を書く、かたや麻布競馬場さんは大学を卒業して大手デベロッパーで働く20代半ば、ちょうど Z 世代と言われる世代の青年を主人公にして、この若者がですね高級老人ホームで働く、そういう舞台設定になっております。若者世代の目線から同じやはり世代間対立ですとか格差の問題、分断の問題を短編小説を通じて問うている、そういう作品になっていると思います。このお二人の見ている世界が一体どういうものなのか、これはですね本当に面白い小説を通して、あるいはそれぞれの小説の世代の違う主人公を通してですね、この令和の日本というものをもう一回考え直そう、捉え直していこうという、そういう風な読み方もできる。小説必ずしもそう読まなければいけないということでは全くないと思いますけれど、そういうふうに社会問題を考える、あるいは自分の生き方と照らし合わせて考えるという読み方も
小説の一つの新しい楽しみ方としてですね、お読みいただけるんじゃないでしょうかという雑誌としての共作企画でございます。麻布競馬場さんのインタビューも掲載されております。和田秀樹さんと麻布競馬場さんの世代間共作企画、これも11、12月号でお楽しみいただけます。楽しみにしていただけたらと思います。あとはもう一つ大きなニュースがございまして、いつも月末になりますと次の号の表紙の絵をですね、日本画家の蓬田康弘さんのお仕事場にいただきに伺います。蓬田康弘さん、今回がオール読み物最後の表紙絵ということになります。こちらもオール読み物のバックナンバーを見てみますと、2008年の1月号からですね、その前後までは大野俊明さんが表紙の絵をお書きくださってたんですけど、バトンタッチをしまして2008年1月号から蓬田康弘さんがずっと現在までオール読み物の表紙の絵を描いてくださっています。蓬田さんももう随分年齢も重ねられて16年間ずっとやってこられたということで、そろそろ後進の方に道を譲りたいというお気持ちございまして、次発売の11、12月号をもって最後の回、2025年の新年号から新しい方に表紙をお願いしましょうということになりまして、私9月の終わりに最後の絵をお預かりしにお仕事場に伺いました。本当に16年間長い間数えてみますとですね、蓬田さんに表紙の絵をお願いしますと頼みに行ったのは私の前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 、5代前の編集長の時代に、お願いを差し上げて蓬田さんに書いていただくことになった。ということは私も入れて6人の編集長の時代、ずっとお一人で表紙を支えてくださったということになります。本当に長い間ありがとうございましたということをお礼を申し上げたいと思います。といったところでですね、この9月の下旬から10月の半ばぐらいまでの1ヶ月弱過ごしてまいりまして、最後に一つ、先日ですねプレスリリースをうちの社から出させていただいたんですけれど、前回のポッドキャストでも少し申し上げましたね、オール読み物愛読者大会というのを来年の1月11日に開催いたします。前回のポッドキャストでもこっそり林真理子さんがご登壇くださることになりましたということをお知らせしたんですけど、先日10月の8日ですかね、出したプレスリリースには正式に林真理子さんの登壇が決まりましたという、そういうお知らせも含めて社から発表するという形のリリースを出させていただきました。現時点で愛読者大会にご登壇される方は林真理子さん、村山由香さん、村山さんの聞き手として辻村瑞希さん、35周年を迎えられた有栖川有栖さん、有栖川さんの聞き手として折紙京也さん、そして、歴史時代小説書き方講座というのを行うんですけれど、それの講師として門井義信さん、永井紗耶子さん、他新人作家の方などお招きする予定にしております。まだもう少しプログラムに変更がある可能性もありますし、新たな、まだまだ豪華なですね、大物登壇者が決まる可能性もあるんですけれど、ひとまずもう年が明けて1月でですね、定期購読者の方をご招待する企画なので、きちっと発表しまして、まだ定期購読してくださってない方にはですね、一人でも多くの方に申し込んでいただいて、ぜひこの機会に定期購読者になっていただいて、で年明けの愛読者大会にリアルにですね、文藝春秋にぜひお越しいただけたらなと思いまして、発表をさせていただくことにいたしました。ぜひですね、お話聞きたい、サインもらいたいという方は、この機会に定期購読を文藝春秋定期購読センターよりお申し込みいただけましたらと思います。つい本当に昨日までオール読み物を考慮しておりまして、今ちょうどそれが終わったところで連休に入ったところでございます。今月の22日に最新11、12月号が発売されます。
今申し込みしていただくとこの11、12月号から定期購読が可能でございますので、今のうちにぜひですね、これを聞きになったら定期購読申し込みページをクリックしていただけたらと思います。長い時間お聞きくださいましてどうもありがとうございました。